というわけで、今夜もこんばんは。今夜も可愛い奇世界ファッションと癒されるミラクルの声、セイシルさんのお時間です。俺がくじけることは絶対にないですね。今夜も張り切って素敵なコーデ&例のあれをね、やっていこうと思ってるわけなんですけれども、いやー本当に先日有名なアニメというかね、有名なアニメさんというか超話題になったあのアニメのですね、映画を拝見しました。今夜はちょっとね、そういう感じの雰囲気でやっていきたいと思います。どういう雰囲気なのね。今夜もコーデに向かってちょっと相撲シーンでやっていきたいと思ってるんですけれどもね、本当にね、その前に今日も見てくれた君、本当にね、マジあざます、あざます。本当にですね、今夜もご覧になっていただけるなんて、よもやよもやだ、本当にね。無理やり君に入れてるじゃん。本当にですね、今日も見てくれてる君ね、本当にありがたいと思ってるんですよね。本当にね、そんな君といつの日かご一緒に栗食べたいっすね。ねえ、もう秋の味覚栗ですよね。いや本当にね、栗イコールマロンって感じなんですけど、マロンもね最近食してないなと思いましてね。なのでね、ぜひいつの日か一緒に食しましょうよ、栗ね。そんな日も目指しつつ、今日ね張り切って素敵なコーデやってまいりましょう。私のコーデテーマはお彼岸&お月見コーデです。本当にね、若干ね、この動画がアップされる頃には、ちょっとね、お月見の日って過ぎちゃってるんですけど。でもね、たまには夜の月とか、お星様を眺めて、ぼーっとする時間、こういうのもね、すごくね、大事だと思うんですよね。ねえ、いや、本当にさ、私もなんですけど、この動画を見てる君も、うまくいかないこととか、周りのみんなはどうして分かってくれないんだろうとか、ねえ、なんであの人は私にこんなこと言うんだろうみたいな、とかね、あると思うんですよ。ですね、いろんな疲れちゃいそうなこととか、あとね、嫌なこと、みたいなことも、ふとね、夜の空を見上げると、ねえ、ちょっとだけね、忘れられますよ。ぜひね、この動画を見てる君も、ちょっとね、試してみてください。警察を出すの剣を、他人に逃げ出せるな、いじめったらしくうつくまるのはやめろ、そんなことが通用するなら、お前の家族はで、そんな感じでですね、無理やりね、混ぜていきますよ。最近ですね、この関係といったらちょっとあれなんですけど、声真似がね、すごく得意になってきたんですけど、使うところというか、使いところがね、あまり。さあ、というわけで、じゃあやってまいりますか。でも、素敵なガチャの数々を拝見させていただいてから、やってまいりますか。本当にね、先週さんでは、もう最新の流行、最新のモードが、もうね、超音波や光の速さで、ねえ、やってまいりますから、もう霹靂ぐらいの速さでやってまいりますから、もうね、すぐね、引かなきゃなんないよね。そうじゃないと判断が遅いって言われますもんね。ですね、若干ね、詰め込みすぎじゃないっていう感じがとりますけれども、そこですね、さらっと素敵なね、ガチャアイテムの数々を拝見させていただいてから、引いてまいりましょう。まずはですね、白き花売りの少女という感じなんですけれども、レディークロの肖像って前拝見したことありますね。ねえ、私が初めてから会ったガチャだったと思いますね。ねえ、いや、このホワイティーな感じ。ねえ、ホワイティーというか、プラチナっていう感じのカラー。もうね、ドストライクなんですよね。いや、でも復刻なんだよね。ほっこりキノコキャンプという感じなんですけれども。いやー、キノコキャンプか。私ね、毎年キャンプしたいってね、言ってんすよ。SNS とかね。なんですけど、なかなかね、実現してなくてですね。ねー、特にここ何年か、2年ぐらいはですね、ご時世もございまして、ねー、ますますね、行きたくても行けないみたいな感じもあるんですけれども。いやー、本当にね、キャンプをしながら動画をね、撮ったりしたいですね。ミッドナイトパレード、彼岸の果てに散る花、ナイブクラシック、プレミアムベルサイユ、そしてポピュフィールドっていう感じですね。ほっこりキノコキャンプ行きますか、ね。ですね、今夜引かせてもらおうと思ってるガチャは、ほっこりキノコキャンプっていう感じですね。ねえ、いや、本当にお家にいながらキャンプ気分という感じの素敵なね、ガチャになってるんですけれども、今回もですね、素敵なガチャアイテムの数々をさらっと拝見させていただいてから、引いていこうと思いますよ。さあ、というわけでですね、まず SR から拝見してまいりますか。まず1個目なんですけど、SR、フェトルアイという感じなんですけれども、いやー、もうなんだろうね、素敵な森のアイズって感じですね。ねえ、もうフォレストアイズって感じっすよ。いやー、でも不思議なカラーっていうか、してますね。へえ。続きまして、キノコ山キャンプ場という感じなんですけれども、いやー、本当にキャンプ場、
どんぐらいいってないですかね。ですね、こう最近ね、あのキャンプ系 YouTuber さんとかのね動画を拝見させてもらって、ちょっとだけねこうキャンプ気分を味わわせていただいたりとかしてるんですけども、いやーでも私自身もねちょっとねキャンプ行きたいっすね。そして続きましてなんですけれども、切り株ショートパンツという感じなんですけれども、こちら進化マークがついていますね。いやー進化マークがついてると今ね画面のキャラクターがコーデしている状態になるわけなんですけれども、いやーこれあれじゃない、ポーズ変わる系のやつじゃない？いやー、ポーズ変わる系のアイテム、私1個しか持ってないんだよな。今回ショートパンツ当たんないですかね。続きまして、ヘアスタイルという感じですね。クリーロフト羽ショートという感じなんですけれども、こちらも進化するとですね、素敵なウェーブのロングヘアになるっぽいですね。いやー、ヘアスタイル、それさっき当たったっけ？当たってない気がするな。いやー、ヘアスタイルも捨てがたいですね。そして続きまして、アウターアイテムになりますかね。アーガイルブランケットという感じなんですけれども、いやー、ブランケット、そういえば、私、あれなんですよ。USB の、こう、線がついてて、こう、なんだろうね、電熱線っていうか、ね、こう、ヒーターが入ってて、こう、あったかくなるね、ブランケット、持ってたんですけど、これがですね、こう、去年、使おうと思ったんですよ。寒くなったんで。ねー、なんですけど、どこにしまったか分かんなくなって。続きまして、こちら何になるのかな？取れたてきな粉って感じなんですけれども、アクセサリーアイテムになるんですかね？へぇー。いや、こんな大きいキノコってちょっと見たことないなぁ。どこ行ったらこんな大きいキノコ見れるんですかね？こっからはですね、R になりますので、R はさらに、さらっとご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、ナチュラルフリンジ、木こりのランタン、ほっこり焚き火かな？ワッペング？グラニーブーツ。マッシオアマニタ。アマニタってなんだろう？ゆるレイヤーソックス、秋の訪れ。キノコパターン絆創膏、取れたてキノコピアスという感じなんですけれども。いやー、秋の訪れか。秋の訪れっていうと、最近ね、こう、トンボを見かけまして、ねー、もう秋だなって思いましたね。今回どのアイテムが当たってほしいかなっていうアイテム、ねー、こう拝見してまいりたいんですけども。いやー、今回どれが当たってほしいかな。まず SR からいきますかね。いやー、SR どれがいいかな。今回ね、ショートパンツか、ヘアスタイルがいいかなと思っておりますよ。ねえ。いや、ショートパンツは特にね、こう、ポーズが変わるアイテムなので、ねえ、欲しいっすね。そして R アイテムなんですけれども、いや、R アイテムどれがいいかな？今回はね、ランタンかな？ねえ、こう、ランタンかね、焚き火が欲しいっすね。ねえ、こう、ホーム画面というかね、こう、キャンプをね、したいっすね。そうはいつも、なずかさん、この辺が当たりそうじゃないってアイテム。ねえ、こちらもね、拝見していきたいんですけども、いやー、今回どれ当たりそっかなー。マッシュボーアマニタとかじゃないですかね。ねー、いやー、しかしアマニタってなんだろうなー。ちょっと後でね、調べてみますけれども。ではですね、今回も3回引いてまいろうと思っておりますんで、この動画を見てる君もね、何が当たりそうかなと、ちょっとですね、予想してみてください。それでは行きますよ。3、2、1。まずは1回目ガチャ券で引いてまいりますかねー。いやー、何が当たるかなー。ちょっと待って、これ、アウターじゃなくてトップス？お、ソックスですね。いいじゃん、よかったな。靴下がこう一番消耗する感じがある気がしますね。ねえ、でもこうおしゃれな靴下もいっぱいあるんで迷っちゃうよね。ではですね、2回目を引いてもらいますか。いや、今回もなんか全部あれな気がしてきましたね。お、なんだろうバッグって。お、ランタンです、やったぜ。気に入ったの？確かにセンスよく見えそうね。やったぜ。いやー、なんかこうさ、数ある照明器具の中でもこうランタンって一番こう、なんだろうね、日常使わないというかね、使う機会があまりない照明器具じゃないですか。いやー、そういうね照明器具を使っちゃったりすると、なんだろう、非日常感みたいな感じがあってテンション上がりますよね。ねー、たまにはランタン使ってみるのもいいかもしんないですね。ですね、ラスト3回目引いてまいりますか。いや、今回やっぱりこれ全部あるなパターンじゃない？いやー、何がたっかな。最後こうコインで引いてまいりますかね。いきますよ。お、帽子？ヘアスタイル？お、帽子ですね。いいなー。てか、マシュー。うわ、やりそうだと思ってたアイテム当てちゃいました。いやー、今回当たった中では、ランタン良かったですね。やっぱりランタンの明かりって、心落ち着く感じがする気がしますね。で、です。あとこちらになりますね。こちらがですね、私の、聖汁三内でのプロフィールになっておりますんで、よかったら、フレンド登録の方もよろしくお願いいたします。YouTube で、毎日聖汁やってる、なずかです。よかったら、動画も見てみてね。そして、チャンネル登録もよろしくね。マジよろしくね。という感じでですね、私はまた次の動画、いい朝、次の夜に、またお会いしましょう。それではまた、次の夜に。